平成5年台風第4.56号は、1993年7月に日本列島に相次いで上陸した3つの台風である。進路図7月20日にマリアナ諸島の北東の海上で台風4号が発生。24日には、七島の再海場で中型で波の強さにまで勢力を強め、25日2時過ぎに徳島県日和佐町付近に上陸した後、 次第に勢力を弱めながら北西内市北北西へ進み、同日5時前に岡山県備前市付近に再上陸して日本海に抜けて温帯低気圧に変わった。25日には梅雨前線が東日本に停滞していたこともあって、静岡県中井津町天際山で224ミ、mm、リメートルの飛行水量を同日に観測するなど、東海地方や関東地方で大雨となった。 この台風の影響によって、床上浸水15棟、床下浸水10棟の被害がもたらされた。新路図7月26日に、沖ノ鳥島の北海上で台風5号が発生し、27日11時頃に、鹿児島県大隅半島に上陸後北東に進み、27日17時半頃に、山口県徳山市付近に再上陸した後、28日には日本海へ進んだ。 進路図7月28日に沖縄の南方海上で台風6号が発生。台風は勢力を強めながら沖縄本島の東海上を北上し30日0時前に長崎県長崎市付近に上陸した。その後、津島海峡を経て日本海に進んだ。先の台風5号とこの台風による期間降水量は 徳島県上山町朝日丸で966ミ、mm、リメートル、高知県本川村で809ミ、mm、リメートル、宮崎県日の影町見立てで800ミリメートルとなるなど、九州、四国、中国地方の西部で大雨となった。このため、大分県や山口県、宮崎県などで土砂災害などが発生した。台風5号が襲来した直後にこの台風が九州に上陸したため、 被害が拡大する引き金となってしまった。これら3つの台風による総合的な被害は死者18人、負傷者20人、重火の損壊143頭、重火の浸水4316棟に加えて被害総額は178億円に達した。被害は沖縄を除いてほぼ日本全国に及んだ。ありがとうございます。